白疎開の地図転身疎開とは、1860年から1947年の間、イギリス、フランス、ドイツ、日本、アメリカ、イタリア、ロシア、オーストリア、ハンガリーとベルギーなどの国が、不平等条約や協定を通じて、中国の天津旧市街の南東部に行政自治権と違い法権を設定した咀嚼地である。 1860年、イギリスがまず他に先駆けて、真の天津に疎開を設立し、最大で9カ国が天津に疎開を設立していた。同時に、天津は中国が最も早く疎開を回復した都市の一つでもある。1945年、中華民国政府が日中戦争に勝利した後、1947年に、正式に天津の最後の二つの疎開が回復され、 天津疎開の歴史は集結した。天津疎開は西洋文化と中国伝統、地域文化を合わせ持ち、天津の多元的な文化の重要な部分を担っている。中国の近代歴史上、北方地域では最も繁栄した地方中心都市であり、近代的繁栄と栄光を示している。天津疎開の中では中国接種後も各国の様式の建築がある程度残り、 九市街地域は今日に至るまで100年前の風格を止めている。関東庁事務官であった藤原哲太郎の1923年2月付の報告であるアヘン制度調査報告には天津におけるアヘン等の麻薬取り締まりはずさんで密輸入が極めて多いと記されている。天津に在住する日本人5000名の7割は森姫その他の 金製品取引に関係を有し、薬種問屋は元より、料理屋、雑貨屋ことごとく皆モルヒネの現物を取引をなし、居留地における日本人の繁栄は、モルヒネ取引の結果であり、徹底的に取り締まれば、天津から日本人がいなくなるとまで書かれた。本来アヘンを取り締まるべき立場だったにもかかわらず、日本の天津領事館は中国側に発覚した場合を除いて、 事態を黙認していたので、中国側の警察や地元住人との間に圧力が生じた。ありがとうございます。